こんばんは、元男の子の青木かのんと、いとこのみっちゃんです。こんにちは。イエーイ。今回はですね、私のお母さんのお姉さんの、娘さんなんですけども、その十何年ぶりに今日会ったんで、私の昔の当時の様子とか、あとはどんなことを私にされてきたかっていう、もう本当にね、ずっとちっちゃい時一緒にいたんで、めっちゃ私いじめてたらしいんですよ。なのでちょっとそれを数えられないほどいっぱいありますよ。めっちゃ恨まれてんじゃんやばい。はい。で、面白いところがもう一点あって、実はですね、私の女の姿になったの今日初めて見たんだよね。初めて見た。生で YouTube では見てたんだよね、うちのこと。 YouTube は何回も見てるけど、本人は初めて。初めて、うん。どう、生の青木かのん見て。生の青木かのんめっちゃ可愛い。素敵だそうです。人形みたいです。はい。じゃあ早速何をされてきたか、たくさんエピソードがあるんで聞いていきたいと思います。ちなみにどんな感じだった、見た目は。昔は、うん、ほんまにのやっけのちょっとハゲてる感じハゲてるというかちょっとハゲね確かにね、ハゲ坊主だった。そう、めっちゃね、ハゲ坊主だったで、オッケー、いつも白いシャツと、いつもなんかショートパンツの黒色の短パン構造、短パン構造いつも着てあって、うん、で、いつも子供の頃、まあ二人とも全く日本語も一切通じないし、そう通じなかったの。だってみっちゃんが日本に来たのって何年前、今から今年でも7年目。じゃあそうか、今25歳だから18歳の時に日本に来て、それ以降ずっと今日本で暮らしてるんですけども、だから子供の時は日本語しか喋れない、英語とフィリピン語しか喋れない。だから通じなかったの。だからいじめるしかやることがなかったの。そう、私のことすごくからかってた。どんなことされた、ちなみに。ママとかも覚えてる、なんか。それ覚えてるわ、ママ何回も切れたから。そう、いつも、ママ吉に言いつけるよって言ってね。進ん分きたって言ってなかった、よく。そう、進ん分きた。進ん分きたってどういう意味。私も、ちくるよ、ママにあなたのこととか言ってない。そう、めっちゃトラウマ。やめてー。あの時に、いつもあなたのママがバレちゃうから、あなたのやってること私に、うんうん、それで怒られる、ね。なぜバレるかわかる、いつも泣いてるから。そう、どうしたの。めっちゃお泣きされるから、うちが口を押さえて泣くんじゃねーって言って、うん、なんか監禁してたよね、部屋に閉じ込めて。そうやばかった。一番やばかったのは、うん、レストランかな、まあ、あれ食べに行ってたんやけど、うん、あの時に急に切られた。ママと、そこでママはそのレストランに暴れたもん。ママ、にしなさい、蹴ったの。あ、うちそれ覚えてるよ。なんかレストランに向かう途中。違う、もう食べてる途中。囲んでる、真っ最中。あ、分かんない、それ覚えてない。なんか足でこけてたの、みーちゃんのこと。でやることがなかったから、みーちゃんがもう黙ってて、涙がすっごいボロボロ流してたから、どうしたのっていう。ママが心配して、実は何々お兄ちゃんに、うん、蹴られた。カノお兄ちゃんに言って。そう、何またやってんの。やってないよ、やってないような顔してて。なんでいじめてたの。いい加減にしなさい、バーンって。他には一番忘れられへんのはもうプールリゾート行ってたんですよ、はあ、でもうその中でなんか遊んでて、スーパーとか遊んで、うん、私の足をいきなり引っ張って、そのプールの下でガシャンガシャン私のこと回してた。生きにくい。え、やばくない？溺れるじゃん。めっちゃやばいことしてんじゃん。そうだよ。だけど他のいとこも言ったから、うん、何してんのみたいな感じフィリピン語すると言われてて、でそれで止めてたみたいな。嘘、本当？それ覚えてるんだもんね。うち全く覚えてません。やられた方は覚えてるの。だからやられた方が結構覚えてるのよ。やった方が分かんないそれ。え、じゃあちなみにママが覚えてるの何、エピソード。家の中でカラオケ持ってたじゃないですか、うん、でカラオケをみんなでこうワイ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 って歌ってる真っ最中に、みっちゃんが、ねえ、あんまちゃん、またこういうなんとかにまた蹴られてやられたっつって、もうママがたまに来たからマイクをなんとかさ、バーンってなったり。虐待じゃん、ママ自分が悪いもんや。ママ自分が違う、だってあんまりもうママ自分でマイクで殴る親ですよ。マイク
聞いてください。それちょっと覚えやったわ。それそう。それだから取れたんだよ、ね。そう覚えてる。でもね、視聴者さんこれ今の時代これママ虐待になるよ。いや、それほどあなたがひどかったの。そのぐらいしないとあなたはだってビクッともしなかったんだよ。鼓舞できてたんだよ。うん。痛い。多分ね、そう言葉が通じなかったからちゃんとねコミュニケーションを取れなかったんだよね。コミュニケーション取れなかったし、お子ちゃまやし。お子ちゃまやし。でも今普通に考えると面白い思い出だな。面白い思い出？え、まだある？うちもね、みっちゃんにされたこと覚えてるからね。言っていい？どうぞ。うちがね、みっちゃんと一緒にあのフィリピンの、うん、あの家で一緒に寝てる時に。うん、みっちゃんがいきなり服脱ぎ出して、嘘嘘脱ぎ出して、その後やった毛生えてきたって言って見せてきたの覚えてるここの毛嘘、うちめっちゃ覚えてる、覚えてない、めっちゃ覚えてる、小学校4年生ぐらいの時に、でうちめっちゃなんか衝撃的で、うち自分入ってなかったからその時、うん、うん、かのんちゃん見てみたいな、かのお兄ちゃん見てって言ってなんかこうやってずらしてきて、なんかジョリジョリしてるのがあって、うち超ビビって覚えてない、ほんと覚えてない、覚えてない、覚えてない、結構トラウマだよ、うちまっすぐほら、知らない、マジで知らんかった、覚えてない、ほんと覚えてない。あとね、まだあるのが、うん、フィリピンってさ、まあみんなそうだけど、トイレってさ、日本とちょっと違うじゃん、文化が、うん、だから、みっちゃんってトイレのドアをね、あの閉めるの嫌だったの、怖いから。小6の時くらいに、みっちゃんがこうやってお風呂で、トイレが一緒だからさ、そこで自分の股間をピシャーってこうやって洗ってるのうち見て、おい、閉めないのと思って、で、うちがこうやって閉めてよって言って閉めたら、めっちゃ大声で怖いから開けてみたいなそう、なんか、なんかもう小学4年生、その時みっちゃんで、うち小学校6年生、なんかもう衝撃的だった。フィリピンでさ、トイレ、なんかトイレ流せないじゃん。流さないよね。あの水でこうやってお風呂のなんか溜めてるバケツから流すんだよね。流すっていう感じ。そう、だからそれでなんかこうやってやってたからそれをうちはすごい覚えてる。懐かしい、懐かしい、まあ、そういうのね、あのいっぱいまだ持ってますけども、まあ、今回は、はい、この辺にしときますか。え、ちなみにさ、今久しぶりに今日会って、どうでした？嬉しかった。嬉しかった。だってもう何年ぶり、嬉しかったプラス、うん、衝撃。衝撃？でも動画見てるから。動画見てるんだけど、でも、うん、本人と動画やっぱり全然違うし、イメージとしてが、うん、やっぱりその何年前の青木監督がいきなりもすごく進化してる感じ。なるほどね。しかも肌が真っ白やし、もう前はほんまに野球やってたから。野球やってたからね。すごくなんか真っ黒っていう感じやった。うん。そう、真っ黒くますけど。うん、そうなんですよ。うちがそのみっちゃんと久しぶりに会って嬉しかったのが、やっぱ日本語が通じることがすごい嬉しくて、当時やっぱりね、ママとかにあのこれをなんか通訳してもらってたじゃん。だからなんかワンクッション置いてコミュニケーション取るから、なんだろう、そんなに会話があんまりスムーズにできなかったから、今すごい普通に話せてなんか良かった、そんな感じでございます。え、ちなみにさ、みっちゃんって YouTube やってんの？それはもう2年前、3年前やってて、もう今もやっぱり編集の方がめんどくさくて、どういうふうにうまく編集できたらいいか、仕事も忙しいし、うん、一回やめたんですよね。でもいくつかの動画がアップしてるので、うん、ね、もしね、今回この動画を出たのをきっかけに、またなんかたまに動画出すのもいいんじゃない？そうですね、もうまた動画出しますので、また、うん、ぜひよろしくお願いします、はい、みっちゃんの、うん、チャンネル画面の下にリンク貼ってます。私のいとこです。チャンネル見てみてください。お願いします。お願いします。はい。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、一斉のせ、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、ぜひそちらも画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。